20万系電車は韓国鉄道公社の電車。韓国では幹線電気動車とも呼ばれている。本系列は日本の日立製作所が4両編成8本32両を製作受注。日立製作所における韓国からの受注は1974年のソウル地下鉄1号線向け地下鉄車両以来32年ぶりであり、系列名称が制定されるまでは、 ヘムとも呼ばれていた。2009年1月9日に第一編成が出場、公州輸送され、現地の SLS 重工業において、冷房装置や保安装置などを設置した上で2月6日から、試運転を開始した。2009年6月1日より、塗りろとして運行を開始し、最初は、京府、長江線のソウル、新島様に投入された。以後、 運行範囲を拡大した塗り路の他にも、2013年からは、中部内陸循環列車としても運行している。過去には、臨時列車としての運行実績もあり、2012年5月12日から8月12日に、かけて開催された、冷水国際博覧会の訪問客に対応するため、全羅線の順転冷水エキスポ間のシャトル列車としても運行された。運転開始時点では、 およそ10年の期間をかけて徐々に老朽化したムグンファ号の車両を代替していく予定であった。しかし、本系列の増備は、日立製作所制の編成に対して一部機器の設置を行った製造メーカーである SLS 重工業が倒産したこともあり、実際に行われることはなかった。また、2014年7月に発生した大白線、列車衝突事故において、信号、 某進むを行った本形式の第三編成が対向列車と正面衝突し、それにより除籍されたことで車両数が4両減少している。立山方向20万50型 MC20 万型 T120 万型 T220 万50型 MC、木浦方向。ありがとうございます。